ヨーロッパのソーシャライト、ウィンザー公爵夫人、ウォリス・シンプソンソーシャライト内種ソーシャライツは、社交界の名詞の意。主に、アメリカで用いられる用語、アメリカ英語の言葉である。上流階級や富裕層に属する、エンターテイメント性に富み、チャリティー活動に携わったり、社会団体に属している人物やその家族を指す。ほとんどが、 親や夫など親族が築いた財産により暮らしており、名義上親族企業の一員として名を連ねることもあるが、実務に関わることはほとんどない。欧米を股にかけるソーシャライト、リーラジウィルヨーロッパでは、外して由緒ある家に生まれ、裕福な男性と結婚し、社交界で積極的に活動する女性を指すことが多いとされる。イギリス男女を問わず、 貴族やジェントリ、富裕層の一族など、潤沢な不老所得のために、基本的に働く必要がなく、社交界で活躍する人々を指す。主な人物については、フランスチャリティに携わったり、ジェット機を乗り回し、スキャンダルに見舞われる、社交界の人物や上流階級、上層ブルジョアジーといったその種の人物を指す、アメリカ英語の言葉とする。関連する言葉として、 フランス語版では、上層ブルジョアジーや、フランスの上層ブルジョア層に浸透したユグノーを挙げている。あるいは、英米のワスプ、ヤッピー、ハンプトンズ等の言葉を挙げている。フランス革命や七月革命を経て、第三共和制の成立を受けて、貴族制度は公式上なくなったが、それら子孫や富裕層の一族などを中心にいわば、ソーシャライトが形成されている。 主な人物については、19世紀以降、エスタブリッシュメント、あるいは生まれ、人種、教育、経済的地位等でくくられた著名なファミリーを指している。特に1886年、ドイツ系アメリカ人のルイス・ケラーによる、ニューヨークソーシャルレジスターは、ニューヨークを作った人々であるニッカ・ボッカーを、まとめて、編集発行したものとして知られている。しかし、アメリカは、 国の歴史が浅い上に、貴族制度や家族制度などの階級制度が存在したことがないために、下記、25案史同様に、単なる有名人や成金資産家、またその子供や子孫を、ソーシャライトと称したり、セレブリティとの区別が曖昧なところがあるとされる。また、資産家の親を持つ女性を指す場合が多いが、稀に男性にも使われる。プロではないが、 その人脈や知名度のメリットから、ソーシャライトに対して、セレブタントと呼ばれるような、映画や、テレビ番組、ファッションブランドの宣伝に携わる者も,もいる。主な人物については、日本では、言葉自体が浸透していない。女性向けファッション雑誌、25案が、積極的に取り上げ、同志独自の定義を提示している。同詞では、リーダー的存在。 メーカー出身ながらも独立している、海外で働いた経験がある人物のいずれかであることなどを、ソーシャライトとしている。また、単なる、セレブリティとは、区別されているとされる。ありがとうございます。